私からですね今日は、えー、スインクからアクション、行動の起こし方について話をしたいと思ってます。えー、日々考えていることがあると思います、どこどこ行きたいなとか、どういうことをしたいなとか、いろいろあると思います、でただ、それはやらないと、まあ、始まらないと思ってます、なので、シンクからアクション、えー行動の起こす、行動を起こすっていうところのきっかけになるような時間になれば嬉しいなと思ってますよろしくお願いしますまず皆さんに質問です。 あなたのモットーっていうのは、まあ、座右の銘だったりだとか大事にしている言葉のことです。浮かかかびましたかオッケーですかはいでなぜこの質問を聞くかというとあの今回私と皆様ほぼ初めましての方が多いと思うんですけれども初めましての方でもあのその方のモットーを聞くとですねその方がどういう人なのかとか、えー、どういうふうに生きてきたのか。 あとどういうふうに今後生きていくんだろうっていうのがですねなんとなくイメージできるんですはい、私のモットーはですねこれです No time for hesitation ですあの迷ってる暇なんかないっていうのが私のモットーです、えー、No time は時間がないヘジテーションはためらうとか躊躇するっていう意味ですなので No time for hesitation で迷ってる暇なんかないっていうのが私のモットーです いつ死んでも後悔ない人生を送ろうと思って日々生きてますたと、まあ、えあの辺からですね撃たれたとしてもまあなんかもう悔いなくいけますはい <laughs> でえっとなぜこのノータイム4ヘジテーションに至ったかというとあの私の好きな言葉のうちの一つにガンジーの言葉がありますすいませんちょっとこれずれちゃってますねえっと人間は思考の産物に過ぎない人は持ってる通りになるっていう言葉ですはいこれはですね私大学2年生の時に出会いました でどういうふうに解釈したかっていうと人間は思考の産物ということは多分人間っていうのは考えてる範囲内でしか動けないんじゃないかなっていうふうに思いました例えばですねこの写真を見てくださいこれ何だと思いますか えっとこれはですね、ガイアナ共和国というまあブラジルの右上辺りにある国で,で、ピライーバという人食いナマズを釣った時の写真です、めちゃくちゃ重いので、こうやってギューンっていうふうに上げてます、このピライーバがですねこのアマゾン、ガイアナ共和国っていうところで取れることを知らなければ、私はこの国に行くことがありませんでした、知るよしもなかったです、ガイアナ共和国に行くっていうふうに海魚ハンターたちに言われて、ですねどこっていうふうになったんですね。ガイアナ共和国知ってる方 すすごいですなな何があったんですかっていう <laughs> はいありがとうございますで,でこの写真を通して言いたかったのはですね、まあ、人っていうのはやっぱり選択肢を知らないと、まあ、ほぼ動くこと行動することっていうのが難しいんじゃないかなっていうふうに思いましたなので思考の幅っていうものをもっともっと広げれば行動の幅っていうのは広がりますしより人生が豊かになるんじゃないかなっていうふうにそんなふうに当時思いました でそこからはですね、まあ、バックパッカーだったり留学だったり、えー、インターンシップだったりいろんなことをしましたで日本で育つと結構常識にとらわれたりだとか固定観念にとらわれて抜け出せないっていうのが結構あるかと思います で私も皆さんと同じように日本で生まれて私は三重県四日市生まれです、うの森育ちです、はい、で同じように育ったんですけれども、まあ、ちょっとしたことがきっかけで、まあ、留学行ったり中国行ったりアフリカ行ったり南米行ったりいろんなところに行くようになりましたでいろんな経験を通してもう何事もあの楽しめるようなマインドになりましたちょっとこのグラフを見てくださいこれ知っっていいる方いらっしゃいますかこれはですね感情曲線というふうに言います。 え左この辺はですね生まれた頃でここは今ですはいで上の方は、えー、嬉しい時下の方は悲しい時とか悔しい時辛い時を意味します、えー、私の場合はあの生まれてからズドンと落ちてるんですけれどもこれは、えー、とちょっとですねいじめの経験にあいましてもう死にたいって思うような毎日を送ってましたでその後和太鼓だったりドラムだったりいろんなコートを通してハッピーになって最近だと創業前ですね 会社を作る前にズドンと落ちた経験があります、えー、今日はこの創業前この辺りのことにフォーカスをして話をしたいと思います、えー、私は大学卒業後東京に行きましたで東京で就職活動をして就職活動を支援するような会社とか採用を支援するような会社で営業活動をしてましたでものすごく一年目頑張りまくりましたで二年目に新規事業を作りました 海外事業部ですねで、バックパッカー営業って言って、ですねバックパッカーしながら海外を、まあ、営業するようなスタイルで、えっと、インターン事業を始めましたで、自分たちで会社、会社じゃないですね、事業を作ると、まあ、自分たちでサービス名を決める、事業内容を決める、あとは、まあ、事業の方向性を決めるだとか、いろんなことを自分たちで決めないといけませんでした、なので、まあ、どんどん愛着も持ってきます。 ですしあのいろんなユーザーさんもたくさん、まあ、いい方々が集まってすごい右肩上がりに伸びてきましたですごい楽しかったですでこの写真はベトナムに行った時にあのユーザーさんだとかえ駐在員の方々現地の方々、まあ、いろんな方を集めてイベントをした時の写真ですこの後ろにはいろんなまだ3 4 0人ぐらい人がいるんですけれども本当に最高な日々を送ってたんですねでいろんな本当にあのいい人たちに囲まれて幸せだなっていうふうに思ってました ただ、その最高が本当に最高なのかなっていう思う日が来ましたそれはですねあるイベントに行ったときのことです、えっと、このイベントは、えー、イケイケベンチャーと呼ばれるような社長さんたちが、まあ、対談をしているようなイベントでしたで私はですねこれ運営スタッフだったので今回あの、後ろにいらっしゃる方々のように後ろの方であでこのイベントを見守ってましたで話を聞いていましたでそのの時に思ったのが この人たち、本当にかっこいいなっていう,ふうに思いましたで。なんでかっていうと、あのスピード感がすごい,い、めっちゃ速いんですよね。で、スピード感を持って授業をしていて、インパクトを出していて、世の中にいいことを出していて、さらにちゃんと授業を成長させてるっていう話をたくさん聞きました。で、私、ちょっと自分のことについて考えたんです。じゃあ、自分ってどうなんだろうっていうふうに考えました。 自分はやっぱりまだまだ全然だしあのスピード感も遅いしちゃんとインパクトも出せてなくってこれだったらなんか自己満だなっていうふうに思っちゃいましたなので私の最高だなっていう思いは自分の枠の中思考の範囲内でとどまってたんだなっていうふうに気づきましたでそこからは えー、会社を辞めて会社を立ち上げるのかそれとも、えー、会社を継続させるのかあ会社というか事業をですねそのままその会社に残って継続させるのかいろいろ悩みました、まあ、挑戦をしてスピード感を持って新たな道を作っていくのかそれとも安定した給与をもらって、えー、大好きな仲間たちと,と一緒にやっていくのかいろいろすごい悩んでこれぐら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 してました ただですね、あの、やるって、こう、一回言うとですね、どんどん、なんかその噂が広まってって、自分が思ってる以上のスピードで周りが進んでいくんですね。で、ウェブサイト安く作れるとかあるよとか、なんか手伝おうかとか、私内定全部捨ててきましたとか、あの、いろいろとみんながサポートしてくれました。で、そうすると、いろいろと責任感も湧いてくるので,で、しかもやるやる詐欺は本当に良くないので、じゃあ会社を作りますっていう風に、あの、企業に向けて進めていきました。ただ、 そんな中でもですね、やっぱりいろんな葛藤が芽生えます。果たして私にできるんだろうかとか、私はあのまあ会社の起業とか経営とか、全く私は分からなかったので、本当にやれるのかなと、みんなすごい簡単、簡単って言ってくるんですよ、ただ、その簡単なわけじゃないじゃないですかみたいな感じで言ってて、私にできるのかなって悩みました。 このまま会社に続けて給料をもらってやっていった方がいいんじゃないかな結婚とかしちゃったらいいんじゃないかなとか <laughs> いろいろ思いました、はい、ただ、ですね、あのーまあ、そうやってついてきてくれる子もいるので、まあ、頑張ろうと思ってたんですがある日、ある人からあ,のある質問をいただきましたそれは菊ちゃんは誰を幸せにしたいのっていうふうに言われました。 でその時私はですね、たぶんすごいもういろいろ悩みすぎてあの、その質問にすら答えられなくなってたんですね、で誰を幸せにしたいかっていうことすら、もう答えられないなんて、本当に腹が据わってないなと思って、すごい悔しい思いをしました、ただ、と同時にこうも言われました、菊ちゃんは菊ちゃんでいいんじゃないっていうふうに言われました、はい、これを聞いた時私はびっくりしました、菊ちゃんであることが羨ましいよっていうふうに言ってくれました。 でその時ですね私、びっくりして、あっ、そうかと、私はなんか、社長はこうじゃないといけない、例えば社長ってなんか強くないといけないイメージあるじゃないですか。 とか社長って全部把握してこういうふうな方向性を全部示さないといけないだとか,なんか社長はこうで何々でいけないとか企業はこうでなければいけないっていうふうに勝手に思い込んでたんですけれどもなんかそんなに勝手に強がってても私はこういう性格ってみんな知ってるのであの強がってても意味ないじゃんとアホらしいなっていうふうに思いました。 はい、なので、もう私が苦手なところは、まあ、相手が強いところでもあるのでじゃあ、それをあの得意な人に任せちゃおうと甘えていいんだっていうふうに思いましたでそこからですね、すっごい楽になってあの覚悟は決まりましたで、これ言われたときにですねあの、そんな中途半端な気持ちだったら絶対起業なんてしない方がいいと絶対に失敗するからやめた方がいいっていうふうにも言われたんですね。 めっちゃムカつくじゃないですか結構ショックというかあの悔しいんですけれどもと同時にこれが腹の底からかって思うほど腹の底からですねやりたいっていうふうに思ったんですねやりたいやりたいって思ってなので起業しましたはいで私はまあそうやって覚悟を決めてから、まあ、1ヶ月後に登記をしてさらに1ヶ月後に会社をスタートさせましたで新たなまあ大好きな仲間たちが集まって今一生懸命みんなで頑張ってます 私が何をしたいかっていうと私はリーダーを作りたいなっていう,ふうに思ってます次世代リーダーですでそれはどういう人かっていうとあのお金持ちとかキャリアキャリア的に成功してるだとかそういうのがリーダーなんじゃなくって、まあ、皆さんに強み弱みがあると思うんですね私にも強み弱みがあるように皆さんにもそれがあると思います、はい、でその強みを最大限生かした上で自分はこれだって思うような分野 で輝く人がもっともっっっととと増えてったらいいなと思いたたらな思ましたそういう人たちが100人集まったら例えばここにいる人がみんなそういうリーダーシップを持ってたとしますそうすると多分この周りにいる人はそういう人たちがまた100人200人いると思いますしそういうリーダーシップを持った人たちがたくさんいると多分100年先も200年先もそのリーダーシップっていうのが残っているかもしれないと思うんですねはいでさらに私はお祭り状態を作りたいと思ってます あの地元でお祭りがあるとどういう気持ちですか,なんかちょっと想像してもらってもいいですかなんかちょっとピーヒャラピーヒャラ聞こえてきて <laughs> なんかどういう気持ちになりますか私はですねあの高揚感が湧いてきます でなんだかよく分からないけれども高揚感が湧いてきてそこに行ってみるとなんか知らない人も知ってる人もいるけれどもイエーとかって言ってあのどん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 話し合っていってで共通項を見つけてじゃあここ行くとかこういうことやってみないとかそういうのをなんか生まれるのがお祭り状態だと思ってるんですねでそういうようなエネルギー値が高い状態のコミュニティとかバーとかを私は作り出したいなっていうふうに思ってますじゃあ会社を立ち上げてどうだったのか 会社企業とか会社を作るってどういうイメージを持ってらっしゃいますか余裕だよって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですが結構、聞くのはですね大変そうとか,なんか畳3畳で暮らしてるんじゃないのとか借金地獄じゃないのとかそういうのがイメージされると思いますじゃあ私はどうだったのかこれです。 人生でこんなに楽しいことってあるんだって思うぐらいめちゃくちゃ楽しかったです今も楽しいですまあ、日々更新され続けてますはいでえっとこの写真はですね創業時の写真なんですけれどもまあないこととかできないことが当たり前なんですねでそれがまあ、作らないといけないのでそれが大変ではあるんですけれどもまあその歴史を一つ一つ作るのがすごい面白い感覚です と同時にいろいろ今までってここにいたら椅子があ,あるのは当たり前ステージあるのは当たり前だと思うんですけどもこういうのも全部自分たちでやらないといけないので当たり前のことって一つもないんだと思ってあのすごい感謝でしたはいで私はですね人生はジェットコースターの方がいいと思ってます であの結構うねうねしてるんですけどもこの下の方のネガティブな要素だとかこう変化をすることって結構嫌がられる対象だと思うんですねただ私が思うにですねあの皆さん人生を振り返った時に結構覚えてることってなんかめちゃくちゃ悔しい時とか悲しい時とか超泣いた時だとかめっちゃ嬉しい時だとか、まあ、そのプラス5とかマイナス5の方が覚えてると思うんですね であればあのこのプラス5マイナス5をいかに取っていくかっていうのが結構大事なんじゃないかなと思ってますあの人生100年時代って言ってらっしゃいましたけれども本当にまあ高校生でも大学生でも40歳でも50歳でも何,何歳でもこの変化っていうのは大事なんじゃないかなと思います変化が止まったらそこで終わりなんじゃないかなと思ってますで今どういう時代かっていうと私は個人最強時代だと思ってます でどこに属しているかじゃなくってどういう人かの方が大事になってくる時代かなと思ってますでどこどこ銀行に何年勤めてどういうポジションでっていうのが評価されるのではなくってあなたがどういう人でどういうことを思っていて何をしたいのか何ができるのかっていう方がまあ大事な時代なんじゃないかなと思ってますで ABCD っていろいろあった時に昔は A しか取っちゃいけなかったと思うんですねで就寝雇用ってもう 死後になりつつあるかもしれないんですけれども、まあ、昔は A しか取っちゃいけなかったことも別に A と B のこう合わさるところを取ってもいいですしそこに C を入れてもいいし全然違う D も作っていいと思ってますで今はですね別に何々をしたいとかって言ったら切腹とかそういうのないので何でもしていいと思ってますはいなのでまあ人生はデザインできるっていうふうに思いますじゃあどうやって行動するのか って言うと私は2つあの持ってきました1つ目は、えー、私の好きな言葉ですねモットーです No time for hesitation で迷ってる暇なんかないです、えー、だいたいあのもう皆さん人生いろいろ積んできたと思うのでお分かりかと思うんですけれどもだいたい悩んできたこととか,なんか迷ってることって後々振り返ると大したことないと思うんですよ 私もですねあの会社を作るには実は1年間かかりましたノータイム・フォー・エジテーションとかって言ってるんですけど1年間かかりましたただ今考えるとあの時間すごい無駄っていうか無駄ではないんですけれどもなんかエイヤーでやっちゃえばよかったなっていうふうに思いましたなので皆さんも、まあ、何かを迷ったり考えたりすることがあれば、まあ、一定時間考えることは大事ですがじゃあ5分で終わらせようとでそこからはもうエイヤーで決めてしまってください、はい 2つ目はこれです。誰を周りに置くかです。で、誰を周りに置くかで環境が変わってくるので、耳に入ってくる情報、目に入る情報が全部変わります。昔、フェイスブックの,の時に、こに友達いろいろ変えると、変えるとっていうか、あの増えると、全然フィードが変わるんですね。で、それと同じで、まあ、誰を周りに置くかで、自分の当たり前が変わると思います。私の場合もですね、あの起業する前は、起業家たちがあの周りにいっぱいいました。 なので起業することが当たり前挑戦することが、ま、当たり前変化することが当たり前っていうふうになりました、えー、昔ですね昔というか、まあ、聞いたことあるかもしれないですが自分の友達の友達の体系が自分の体系とか自分の友達の友達の給与が自分の給与に近づくとかって聞いたことがあるかもしれないですなので誰を周りに置くかでどんどん自分の未来は変わるんじゃないかなと思います で私いろいろ経験してきたんですけれども、まあ、エネルギーがじゃあどこから湧いてくるかっていうとやっぱりいろんな経験からだと思うんですねでこれを経験しなければ私が今やりたいこと,、えー、と見ている世界観だとか自分が何が好きなのか何が嫌いなのかってやっぱりわからないですなので原体験っていうのは重要でどん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 ん行動していたあの続けたいなっていうふうに思いますだからノータイムフォー r ジテーションで迷っている暇なんかないで挑戦し続けたいなと思います 皆さんにも挑戦してほしいですし私も挑戦し続けますはいでシンクからアクションです思考の幅をいかに広げるかえとかはとかって思うほどあの思考の幅は広がると思ってますなのでみんなであの未来を一緒に作っていければなと思いますではご清聴ありがとうございます